はい、J チャンネル J です。今回質問が来てますね。匿名で来てます。カラーピックって何でしょうか、詳しく教えてくださいということなんですけどね。カラーピックについてやってみたいと思います。以前にもやったかもしれませんけどね、カラーピックって言ってね、分かる方は分かるんですけど、字だけ見るとカラーピックって読むとなんだろうなと思うんですけどね。でもやっぱりこう訳を聞けば簡単だと思うんですけど、実際にね、知らなくてもできてる人もいるんですよね。カラーピックというのはこうストロークあるでしょ、ダウンアップダウンアップ、ダウン2回するということ。例えばダウン2回してくださいということになった時にこうやりますよね。そうした時にもうカラーピックができてるんですね。ダウン2回する時にこの2回目吹く時に弾かないでしょ、弾かないであげるでしょ、これはカラーピックなんですよ。振るんだけど弦に触れない、音を出さないのがカラーピック。カラーピックっていう言い方がちょっとね分かりにくいですけどね、空振りっていうふうに聞いた方がいい、分かりやすいかな。空振りですね。空振りのことです。空振りといったら分かりやすいですよね。で自然にね使っている方もいるんですよね。でカラーピック例えばチャンチャンチャカチャカ、これ弾いた場合にチャンチャンチャカチャカでしょ、チャンチャンの時にもうカラーピックですよね。カラーピックしなかったらこうなりますけど、カラーピックしたら、ダウンダウンチャカチャカ、ダウンダウンチャカチャカ、ダウンダウンチャカチャカ、だからこれがカラーピックという意味なんですね。だから例えば人の見よう見まねやった時にこういう感じで弾いていると自然にカラーピックができている場合もあるんですよね。字は難しいけど実際にはね大したことないって感じですね。カラーピック、空振りのことです。例えばちょっと間違えやすいのはブラッシングと間違えやすいですね。ブラッシングというのは、音は出さないんだけどこのねピックの摩擦音が出るんです。これはカラーピックじゃなくてブラッシングというんですよ。カラーピックというのはもう全く音が出ないってことですね。これはブラッシングって音が出てますよね。なのでこう、カラーピックのよくあるパターンはさっきやりましたように、はい、よかったらギターを持ってね一緒に弾いてみてくださいね。チャンチャンですよ。ダウンが2回あった時にアップする時にねアップの音は出さないから、これがカラーピックです。理由を分かればなんだっていう感じですけどね。カラーピックをどういう時に使うかというと、例えば1回しかね全音符の時に1234 1234 1234 1234、こういった場合の時に、4回弾くのに1回しか弾かない場合ですね。1234 1234、こういった時にですねカラーピックでリズムを取ると次に入りやすいんですよね。例えば1234 1234 1234 1234、こういう練習しておくとリズムが取りやすいです。これをここ何もしなくてなかなかね次に入るときに難しいと思いますので、こんな感じで練習してみてください。はい、どうでしょうかね。ああなんだこんな感じかと思った人もいると思いますけどね、カラーピックという感じで覚えてもらったらいいと思います。似たような感じでね、覚えておいたら役に立つような感じは、あとはですね、ミュートですね。ミュート、右手のミュートと左手のミュートがあります。例えばカラーピックをして1回弾いた後にここの部分で弦を押さえる、これがミュートです。右手ミュートカラーピックからミュート。今度はバレーコードなんか使った時ですね、
これの時に緩めると左手のミュートになります。力入れて緩める、入れて緩める、これずっと入れてるとこうなりますよね。でこう力抜くとミュートになる、これがミュートですね。あとはさっき言ったブラッシングですね。これはブラッシングですね。ブラッシングの中にもこれがカラーピックが入ってるわけですね。チャンチャカチャンチャカチャンチャカチャン、ダウンダウンダウンタカタカタカ、ダウンの後にでブラッシングしないであげてるでしょ。ブラッシングの中にもカラーピックが入ってる。という感じでカラーピックというのは自然にね、よく出てくるんですよね。で自然に弾いている方もいると思います。これが分かってしまえば、なんてことはないですね。カラーピックというそれに合わせていろんなね弾き方をねマスターしていくとバリエーションができていくと思いますので、ぜひやってみてくださいね。今回はカラーピックについてやってみました。はい、Jチャンネルでした。もし分からなかったらまた質問とかねコメントお寄せくださいませ。Jチャンネルでした。ではまた。Thank you.